はい、どうも、はるこでございます。はい、よろしくお願いします。あ、こんばんは。あ、こんばんは。あ、これね、実を言ってしまうとですね、このくだり、テイクスリーと。はい。え、いうことです。すみません、ちょっと。すみません、同じテンションでね、毎回ね、すみません、本当に。そうでまあ、ということでね、もう皆さん期待してらっしゃるのがね、この会話でございますよ。 まあもうね私のクランもクラメンがね、はい、みんなでね、はい、甲子園の土をひるな泣きながら拾ってますよ <laughs> もう <laughs> 例えがうまい,ういう例えがこう時事ネタをねこう出してくるあたりやっぱさすがですねアリパパさんねそうなんですよ,ですよまあちょっと、ね、若干30代ですから <laughs>、はい、若干30代ですからま, <laughs> まあゴエモンジャパンベースはアリパパさんのクランということでそうですねでも今回ねちょっと強かったですね まあそうです。んんいや、運が良かったんですよ。要は。いや、いや実際、その、やっぱ前回その五分五分だったってことで、やはりその実力的には多分本当に一緒ぐらいだと思うんですよ。しかし、そうなんですよね。全部が全部。うん、で、こうもう、緊張に勝ったというか、その流れなんですよね。要は、これ高校野球じゃないですけど。うん、本当そうです。本当に流れが来てて、うん そ自分がそのいかに自分のね力を出せって出せたかってことですよね要はそうですねい<や>今回はねうちはちょっとしくりましたねまあそうですね流れというものあそのもう本当魔物が潜んでますかね本当にいや潜んでますねあの本当にね前回ね引き分けだったからね今回ちょっとね、はい ね、こう気持ちにもゆとりを持っていったんですけども、この人数の5点差なんてね、ボコボコですよもういやもう。ということで、3回戦はありそうですか、うん、ハルパオさん。3回戦もちろん、9月いつかは分からないです、また打ち合わせしてちょっと、そうですねまあ、おそらく<ー>まあ東京ゲームショウのあとぐらいですかね、9月の。そそ、ねまあ、そのぐらいいいい落ち着いた頃がいいかなうですそうです、ね、そうですすねね、まあ まあ次はちょっと負けらんないんだよちをちょっと、ね、いやもうねこのままね二点差つけちゃってですね。もう大手をかけようかなと。そ、えー、<laughs> うなんで焼き肉怒りますよ。<laughs> またって怒ってねえよ。<laughs> いややめといた方がいいですよそれ本当に。えー、当土下座でも何でもさせてください。<laughs> すみませんでした。<laughs> え次何人対戦ぐらいでやりますかね。 そうですね、次20人って言いたいんですけど、なんかちょっと10人に戻したい気もするし、はい、20人にもしたい気もするし、ね。まあ、確かにそうですね、確かに10人、まあ。その時のまた状況もありますか、ねはい、あ、そうですね、メンバーのね、うん、確かに確かに。そうですね、ちょっとね、ぶちも2戦連続負けたんでね。<laughs> あ、名古屋さんと。そうなんですよ、ちょっとね、まあね、ちょっと癒されようと思いますなるほど、じゃあまあ、ということでね。 はい。まあそのゴエモンジャパンベースハルパパさんのクランということで第二回戦。はい。私が一歩リードしているという形でございますけれども。そうですね。今はですね。え。今は次の戦い。なるほど。私見ててください。なるヒーロー見ててください。ヒーローあヒーローですね。はい。私のヒーローも見ててください。私のヒーロー。俺は行っちゃおうかなもう。行っちゃいます。 もう同じ時期ぐらいにい。そうすると私も多分上に行くんですよ。ポーンってね。そうですね。まあ、ということで。はい。今回は、今回はね、本当お疲れ様でした。本当に。ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当にということで、次戦、次の戦いもですね。皆様、期待していてください。はい。ということで、皆さん、楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。近日。 公開。